会議後スカウトです。お願いします。ということで本日の企画は、知らない人が後ろから倒れたって知ったらメンバーはどんな反応するのかということで、珍しいメンバーでオープニングを撮っております。そうですね、なんかいつもコータ一人がかるから、僕が参加してもいいですか。はい、ヤジとカズと、はいはるかとターンにドッキリを仕掛けていきたいと思います。ああ、もう仕掛けやすい4人組ね。で、本日なんですけども、はい、まあ、イベントの撮影で、まあ、個人個人のパートを撮りたいって適当なことを言うので、はいはいはい、まあ、一人一人、ウームの、まあ、とある部屋に呼び出します、ね。うん、で、そこで席に座らせといて、うん、で、後ろから、まあ、知らない、もうウームの社員さんで俺らが面識ない人なんですけど、はい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 、その人にメンバーの後ろから背後から近寄ってって、うん、私は誰だってっていうのをやってもらいたいと思います。はい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 、はい、で、目が見えない状態で、うん、メンバーはどんな反応するのかっていうのをやっていきたいと思います。なるほどね。まあ、ウームっていう事務所だから YouTuber クリエイターとかいろんな人がいる中で、うん、最初はちょっと疑うよね、誰だろうなっていうのは。ウームにいたらだって1日1回ぐらいたまに先輩とかに会うからさ。会う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 。ノリでやってくる可能性もある。で、目開けたら本当に知らない人に。そう。気まずい。めっちゃ気まずいやん。やってもらう仕掛け人の方には、はい、あの地元が同じ定理しといてとは伝えてるって。ああ、そうなんですか。だから、ね、俺では俺らみたいな、もうほぼ俺詐欺みたいな、はいはいはい、感じをやってもらおうかなと思います。それではやっていきましょう。せーの、スクワット。俺らの年齢分かってなかった。それを なんだよ。はい、本日の企画は、はい、誰だって言ってきた人、ガチで知らなかったらどんな反応するのか。マジ知らんって。最初のさ、誰だでさ、えってなった。どういう感じだった。え、でも地元同じって言われたから、地元の友達なんかなと思った。あ、なるほどね。誰も声似てねえなと思って、地元に。あ、ずっと頭の中で探してたのに、誰でもいない、地元で。じゃあこれを順番にやっていくんですけど、ね、これ踊んなの今日。踊んない踊んない。えっ、オープニング踊んない。それ何この格好、みんなもう着替えてるで。着替えてる。恥ずかしい。バカだね。あと俺ちょっと覗いてチラッと見えちゃったし。そこに座ってましたよね。本当にこっちの指示を聞かないでウロチョロするから、すごい苦手。そう、俺ウロチョロ、水越さんもいたから。本当にウロチョロするから。次、はるか次。うん、はるか。マジ気をつけてください。マジパッてやった瞬間に、これあるっすよ。他は大丈夫なんですけど、確保しておきます。気をつけてください。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。以上、ガズさんでした。ありがとうございました。え、これ正解何？めちゃめちゃ楽しかったし。OK。
なんだよ。え、でも予想したんですよね。はるかはもう昔ヤンキーだったから襲ってくるから気をつけてって言ったら本当に首を絞めちゃった。ガッて落ちてってことは何ダンスがない。なんもない。あ？ダンスは俺もちゃんと踊ったやん。ダン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 したけど、めっちゃ怖いのが、はい、声超聞いたことあった。マジで、まあ、とりあえずネタバラしますと、はい、あの本日の企画、急に誰だって言ってきて、うん、振り返ったら全然知らない人だったらどういう反応するのかっていう時やったんですけども、はいはい、まあ、前にそのカズとハルカがやったんですけど、あ、そういうこと、はい、いやでもめっちゃうまくて、うんうんうん、誰かの声なの
誰かの声なんだね。めっちゃ誰かの声で、うん、誰だと思った。マジで一回ケンタさん、キューマルさんかと思った。あ、いるか。じゃ危なかったよお前。マジで分かんなかった。じゃあヤジは先輩のこと忘れてたら結構あんな感じの態度ってボケ出すっていうことでいい。見たら分かるの確証が強かったからボケてた。そう、声が誰かとか、ね、声が 100% で聞いたことある声だったから。あ、そういうことか。絶対見たら分かるわこの人みたいな。まあ、なんならちょっとな、なんなんこの先輩とか、絶対見たら分かるわと思ってたら、マジで分かんない。あとした、はい、あとした、あとした。 NG よ。 NG よ。 あ、お前、ブログ入った。 超お だよ。あいつって言うなよお前。ほんとごめんなさい、ほんと。ほんと久しぶりです、ほんとに。ほんとに申し訳ないです。ちょっと自己紹介だけしてもらっていいですか。ゆうさんの先ほどです。誰やねんマジで。はい、じゃあ本日の企画は、目隠しされて誰だって言われた瞬間、振り返ったら本当に知らない人だったらどうするのか。見た時誰だ。びっくりしたよ。でもタオはなんかあれだね、比較的ちょっと分かんないんで正直のタイプだった。まあこれで以上なんで今日は。バスやんないっすよ。サンタの格好して俺は滝本さんに会っただけ。そう。いや、なんかごめんなさい本当に。なんかこんな企画に。以上、ターさんでした。やめてください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということでお疲れ様にした。お疲れ様にした。すごい話聞いたよ、風の噂で。また春子が人殴ったって。すごい話聞いたよ。現場では見れないけどね。聞いても、初めてクマがこう来たと思ったから、こう来て始まった。あれ、ハメが
どの違いやしくはもう警視庁で、はい、だからもうこれでいいね、はるかはもっとやってほっと信じてくれる。いやーこれはね、もっとやんなくてすぐ人殴るって言ってない。ていうか今やんだね、今やんはダサいって。今後やんだよ、ね、25歳でヤンキー、今後やフューチャーヤンキーね、フューチャーヤンキー、フューチャーヤンキー、新しいことこれ、この時は本当に街中ね、ね、はるかのことを見かけても決してすぐに近づかないように、はい、一回棒とかでつついて、うんこみたい、うんこみたい、あれだもん、うんこみたい、全国が取られちゃえよ、お前俺も被害者じゃない。そしたら、いやいや、加害者はみんなそう言うんだよ。加害者みたい、加害者はみんなそう言うんだよ。まさか覚えてないんだよ。まさか殴るのか、加害者、12時18分いいですか、はい、はい、ということで以上ドッキリ企画でした。バイバーイ。スクワッド、スクワッド、チャンネル登録よろしくね。